こんばんは。今日も見てくださりありがとうございます。今日は豚塩丼の夕飯でした。とりあえずトマト切ってます。後からアボカドと和えます。で、玉ねぎを薄くスライスしていきます。で、ザルに入れて、で、これ小松菜を食べやすい大きさに切っていきます。豚肉も食べやすい大きさに切ってビニール袋に入れます。で、ビニール袋に入れて下味調理をします。後からえっ、ー、と酒小さじ1、塩小さじ半分くらいです。で、袋の上からこうもみもみとして置いときます。で、豚塩丼のタレを作ります。塩小さじ半分、酒大さじ2、みりん大さじ2、レモン汁大さじ1強です。で、これをしっかり混ぜ合わせておきます。鶏ガラだし言ったっけ、鶏ガラだしも入れてます。多分言ってないような気がする。レシピはクックパッドの方にアップしてるので、あの娘がねみたいな、あそこから豚塩丼で見てみてください。フライパンにごまじゃない、フライパンに油を熱します。で、小松菜をザバッと入れて炒めます。で、カニカマを入れて炒め合わせます。で、和風カリーだし、こいつ醤油で調味して出来上がりです。で、もう一回塩豚丼作ります。フライパンにごま油を熱します。で、ニンニクのみじん切りを香りが出るまで炒めていきます。火加減がなんだ、中火ぐらいで、玉ねぎも炒めていきます。で、豚肉をほぐしながら炒めます。豚肉はしっかり火を通していきます。だんだんいい感じで火が通ってきました。で、合わせておいた調味料を入れてしっかり炒め合わせます。で、出来上がりですね。もうこれで丼の上の方、で、今日みたいに暑い日は、こってりーっとしたのより、レモンも入ってさっぱりして美味しいです。で、最後にごま油を大さじ1入れて、完成です。した。はい。
なんかいつも片言みたいになってしまってすいません。でさっぱり美味しくて簡単なので、よかったらぜひ作ってみてみてください。以上です。で今日はこんな感じの夕飯でした。チャンネル登録してもらえると嬉しいです。で時々インスタグラムでお料理ライブやってるので、よかったらそちらの方も登録じゃない、登録かフォローしてもらえるとなお嬉しいです。以上です。ではでは、バイバーイ。